おもう始まったみたい。めちゃめちゃ声でかいな。めちゃめちゃ声でかいな。よし、行きましょう。爆裂、ギャル色ダンディでございます。えーい。ということで、今日からね、番組始まっちゃった。なんかあれだね、YouTube ライブ横になってるね。まあ面白い。面白いでいいんですけれども、今日から始まったこの番組、何をするのか、もう何も決まってないです。何も決まってないから、とりあえず今日は、このね、9時、日曜9時でみんなと晩酌してね、ちょっと初版の事情で白くなっちゃいましたけど。 皆さんとですね、乾杯していこうと思います。おもうね、YouTube ライブの方にもこれ流してますんで、あの、<laughs> YouTube ライブのね、皆さんちょっとね、ごめんなさいね、あの傾いてて。だけどちょっと皆さん、ぜひぜひコメントいただければと思いますので、ちょっと実はね、今日この画面の奥に、あの、スタッフさんもいらっしゃってですね、ねスタッフさんにも、ほんとね、ねぎらいの意味を込めてですね、皆さんいいですか画面の奥の皆さん。

ちょっともうい行き当たりばったりでやっちゃったからちょっとあれですねあのごめんなさい行き当たりばったりなんで今日はあの90度傾いてる系でいきましょうあ左下にワイプありがとうございますあのこの爆裂ギャル色ダンディーのねこれ作ったんですよ俺がパワポでパワポで作ってねあルーさんも KPKP うっいつも通りのねいやー他人の人生を生きるなさんこのチャンネルを見ている時間は勉強時間に含めていいですかいいでしょう 今日はね、もう日曜日日曜日の21時に勉強してる人なんていないよいやこれ言ったらね怒られるねあのみんな勉強してると思うんですけれども、えー、他人の人生生きるなさん今日はね勉強時間に含めましょうあの、この番組の今後の話をこれからしたいと思うのでてかみんなとしたいんでねあごよくさん仕事しながら視聴しますありがとうございます高橋さんメッセージが撤回されました撤回しないで撤回しないであルーさん僕はこれから勉強ですお疲れ様でした あ本当ね、頑張ってね、本当、応援してます。ということでですね、これからこの番組始まったわけですけれども、本当、何も考えてないんですよ。何も考えてなくて。 で一応、今日話すことみたいなのを例えば中里さんとかからあのい,ただいてですねそれをやろうと思ってるんですけれども皆さんとこの番組を作っていきたいという思いがあるのでぜひですねコメント欄とかコメント欄とかにもうこういうことやってとかあのこう質問とかねいろいろバンバン投げてババンバン投げてもう今日はあのいつもの YouTube ライブとかはちょっと勉強系ですけれどもこれ、司法試,試験関係なしにいろんな人を見て。 ももももののなででうう何でもいいっすもうプライベートの質問もバンバンここだからしか、えー、答えないもう y o u t u b e ライブで使用試験の方の y o u t u b e ライブでは答えないことも全部答えちゃうんで祝よでございます。あっ大さん大さんこんばんは。お疲れさまです。今勉強してました。ってことはもう今から終わりですね。今からこの番組見て楽しむと。っていうかあれか。 あのいつもの感じで始めちゃったんですけど僕のこと「お前誰やねん」みたいな感じになってる説あるんでちょっと自己紹介だけ第1回目なんでしていきたいと思いますちなみに今日はあのいつきと一緒にね五等分の花嫁のいつきと一緒にそしてうまるちゃんねもうこの T シャツ可愛いでしょこれ見てこれ超可愛くない この T シャツで今日ね、港区これで歩いてたんだけど、もう完璧に俺が一番可愛かったね。もう港区女子よりも俺が一番ありがとうございます。ほんでね、港区歩いてると、もう外国人の人がフワッツみたいな感じで、えー、見てくるんですけど、もうね、やっぱね、アニメはね、世界繋いでますからね。今日はうまるちゃんがポテイトチップスとね、あとコーラも、えー、食べながら。 僕は酒を飲みながらやっていきたいと思います。あ、ヨッシーさん、こんばんは。<laughs> こんばんは。KP、皆さん、KP でございます。えー、パソコン買いに行きました。いや、買いましたよ。もう今これ、買いたて新鮮ですよ。買いたて、ほんと、何すればいいか分かんないからね。今日、YouTube ライブのためだけに買ったんで、ほんとに。いやー、いいね。こういう夜もあっていい。で、今後、どうするかっていう話なんですけど、あ、ちなみにこれ、あれなんですよ。あの、アズーリの、 Twitter、えー、のやつでですね、あのー、コメントをいただいたらです、ね、ここにあのー、コメントが届くようになってるのとあと、あれかこれのスタッフさん、あれこれやるんだよね、これ忘れてたわ、こ,これこれかなみんなこれ見てちょっとえー、っと、鳥越ズーリ FM はインターネット型テレビラジオですと見て聞いて参加できる放送局です、祝よでございます、祝よで次。 本当、ね、参加できるんであの今 y o u t u b e ライブの方にもコメントをいただけますしあと鳥小屋ゼリさんの Twitter の方にコメントで入れていただいたらスタッフさんがそのまま持ってきてくれるんで皆さんぜひコメントくださいでこれがさっき言ってたやつオゾンイオンのパワーでダッシュ除菌低濃度オゾン発生器トレールフレッシュめちゃめちゃまあ早口言葉みたいになったけど y o u t u b e ライブ角度直しますとかって優しいスタッフさん優しい皆さん今から角度が治るそうです角度が治るそうなんで おなじです、ありがとうございます。ということでね、マジでトレールフレッシュしてるから、今、あのこの辺、ほんとトレールフレッシュなんで、もうめちゃめちゃ、めちゃめちゃ今ね、オゾン感じてる。俺、今ね、オゾンをか、おお、大丈夫 <laughs> オゾン感じてますね。やっぱね、事故は、えー、いいですねあの。事故があってこその生きてるっていう感じ。おお、めちゃめちゃありがとうございます。あ角度直ったんじゃないほんとに。あざっす。いやー、スタッフさん、優しすぎますね。ありがとうございます。ほんとに。 でねこのトレールフレッシュって何なのかって俺分かってないんだけどまあ、とにかく空気きれいにある今めっちゃきれいですって感じだねはい次、えー、詳しくは Web で詳しくは Web でああ俺やってみたかったんだよねあのいつもさこの詳しくは Web で,でもやっぱあれか生配信だけどここに出てこないのね、えー、詳しくは Web で、はいえー、次、えー、番組応援の会会員募集中何のことかよく分かりませんが応援しましょうみんなで、はい、番組へのご質問はこちらまで こちらまでお願いしますと,ということで、えっと、も,もろもろのもこれでいいスタッフさん、今のこんな感じ ?OK?OK?OK、OK? OK OK、って感じだね。はいはい、次ね、次、y よしさん、おーついに自宅ライブですね。楽しみにしてます。そうっすね。いやー、自宅、俺んちの自宅をね、公開しはもう今日、今ね、いつきと一緒にいるから、ま、自宅感半端ないけどね、うまるちゃんとも一緒にいますしね。あ、y o s 間に合った。ははは。はい、皆さん、KP、ウイス、KP。K B あっちにやった方がいいな。KP でございます。はい、NG 質問は、金属事項ですってギャル王が言うので、それ以上は深掘り禁止というルール以外は違い方権ですかもう何でも来てください。何でも OK でございます。何の質問でもいいよ、今日はね。で、どうしようかなと思っていて、でそれこそねなんて、せっかくテレビ番組持たせていただいたわけですから。 どううしようかなと、えーまあ、たまに真面目な話とあとはやっぱゲストさん呼ぶとかどうかなあっ火起こしテレビ番組おめでとうございます KPKPKP これちょっともう飲んどおうかないや本当みんな優しいんすよスタッフさんマジでねあのコメントくれんのもうスタッフさんと話し始めちゃうっていうねこの新しいスタイルなんだけどあーうまいみんな飲んでますか 日日曜日だよあの毎日が鼻筋だと思ってねやっぱ勉強してる人はねあのー、勉強の合間に酒飲んで仕事してる人は仕事の合間に酒飲んでねみんなねお酒は、えー、心のシャワーですからねあーケロシージョッキでかいいやもう今日のために大ジョッキ用意したん大ジョッキほらもう俺の顔のでかさと同じくらいでかいでしょこれほんとにちなみに今日ねロング缶4本用意してますんで全部50分内に飲み切りますはい よしさん、あずりさんの公式で見たら、高画質ギャルオ先生が見れました。<laughs> あもしかして今、あれですか僕の YouTube ライブだと、そんなに高画質じゃないんだ。じゃあ、皆さん、あずりさんのね、公式の方でもちゃんと見てください。ありがとうございます。ってことで、てか、あれだよ。さっき、俺、自己紹介するって言ったじゃん。ちょっと改、改めてね、自己紹介すると。 えと石橋雄大でございますえっと今はですねアダガルートというところでですね予備校の先生司法試験の予備校の先生やってるんですけどあとユーチューバーとあと本書いたりあとは自由に、えー、せっかもうここのね番組番組主ですよ MC もやり始めちゃったという感じで,で趣味は趣味はグルメとお酒とあとはアニメもうねアニメアニメはねこれねでもね趣味アニメって結構これねあの完全にプライベートな話なんだけど 趣味アニメっていうじゃないですかそうするとわりかしねまだね何ていうのか絵っていうタイプの方もねいらっしゃったりしてねこのアニメの認知度を僕がねこう何ていうのかバーってやっぱ広げていくっていうのも一つのこう使命なんじゃないかとね思い始めているで皆さん見てますか五等分の花嫁いつきちゃんまあ俺はね俺は見苦しですけれども見てますかちゃんと後等嫁見てくださいよほんと 五部の花嫁はね、誰に対してでもおすすめしてるんですけれども、あの、ほんとね、みんな見て、みんなハマってる。こんな面白いアニメはなかなかない。なかなかない。もうね、もう今、魅力を語り始めそうになっちゃってたけど、ちょっとね、五島嫁の魅力、語り、語るか。もういいよ、もう語るか。五島嫁の、とりあえず、みんな、俺が五島嫁のね、コメントして、あの語ってる最中に、コメントくださいね。ぜひ、プライベートの質問とか、ここでしか聞けないからね、頼んますね。でね、五島嫁はね、 やっぱりね、何がいいかって五つ子全員にストーリーがあるんですよ。これ五等分の花嫁って五つ子とね、でその,つ子の子が高校に通ってて五つ子がそ,のそこで一人の、ね、家庭教師と出会うんだけどその家庭教師とその五つ子の誰かっていうのが絶対将来つ、ね、あのもうくっつく結婚することが決まってるんですよ。で決まっててでそれでなんだけどもう誰とくっつくのかな一かかな二のかな三くかな四つばかな五つきかなっていうのがもうほんとねとハーレム系なんだけれどもそれぞれにストーリーがあって。 で,でしかも五等分のののの花嫁ってただだハーレムものじゃないんだよその異世界転生ものってただのハーレムものであることがわりかし多いんだけれどもそうじゃない五等分の花嫁はなんと一人一人が成長するんだよねもうねその成長過程がもうねもう俺はもう泣いてしまうよあけケし、シつ子って実在するんですかね三つ子までしか知らないなるほど確かに。 そんなのがいいんだよそれ、ね、真面目に考えることじゃないからね。5、あ、等、のー、分の花嫁ちょっと今出しちゃいますスナフさん、ちょっとこれ、あれか YouTube だとあれなんか、まあいっか、出すか、出したらちょっと5等分の花嫁、皆さん、ちょっと5等分の花嫁のね、えー、今だ、ちょっとね、ワイプで、ワイプでね、5等分の花嫁ミクで、えー、出してもらってもいいですか、ミクちゃんでね。ほんと ミクの名字を今一瞬で忘れてしまったってねずっとミクって言ってたからね出てくるかな後藤嫁ちなみにこれはいつきですねつきねうん本当ね。いつきもねいい子なんだよつきはねあのすごい痩せてるように見えてねめちゃめちゃ食うんですよよく食うのでよく食って食べログとかの,その <laughs> 何を俺は語ってるんだみたいなねほんとね五島分の花嫁っていいアニメなんですよね本当にでもね最近ドラマをちょっとね見始めようかなと思ってで何のドラマかっていうと ヤマトねあミク出てきたねいやほんとねこのミクがかわいくて仕方ないあでもねこのミクあちゃんとねヘッドホンつけてるねミクの,の特徴はヘッドホンつけてるんですよで五等分の花嫁の中のそのミクちゃんっていうのはあれおっひよこしヨシーさんに釣られた公式行ってみたらめちゃめちゃ質強かったです <laughs> マジかマジかまあそういう時もあるでしょうそういう時もあるでしょで五等分の花嫁についてっていうかね俺の好きなあれか 今日じゃあちょっと前半は俺の好きなアニメをもうどんどん言っていくただその間になんか割とあれですね皆さんあの好きな女性のタイプとかね好きな男性のタイプとかそういう質問を待ってたのに全然来ないからとあーこれねやばいねこのシーンこのシーンを選ぶスタッフさんマジ神やばいねテンション爆上がりしたよ今俺。 あのね、このシーンは「責任取ってよね」っていう、あのー、セリフのシーンなんですよ。でこのさ見てこの奥の青い空とこの水色の、ね、セーターのこの色のグラデーションわかるかな のね、ミクって基本的にななんていうのかなこう心の中はもう自分なんて周りの、えー、4姉妹、ね、5つ子の、ね、他の子よりも自分は踊ってるし何もできないっていう、ね、劣等感の塊だったのでその劣等感の塊のミクのその服の色見てよ服の色これがさ鮮やかなねこのなんていうのかなパステルカラー色の水色これ透き通ってるじゃん心の中に劣等感感じててそのちょっと紫色に見えるんだけどミクは服が透き通ってる色なのこれ何を示してるかっていう 言ったらミクはは本当は心が綺麗なんだよ本当に、ね、心が綺麗でだから空のように透き通ってるだからこのエーサーもやばいよねこんなね状態で責任取ってよね言われたらねもう俺取るよ。 もう撮る撮るもう何でもやる俺も携帯代も出してあげるよそしたらもうねもう本当にあそれ違うかそれダメかそれただの港おじさんかもうやめろやめろ港おじさんとか言わせんねん本ほんとえー、っと強欲強欲さん恋責任取ってやるの嫌だからもう恋とかいらないからもう責任は取りませんからねえー、っとほんとねいやーこのミクね可愛いいんですよあーいいね まさか、ね、えあとねミクとあとあれなんですよミクもねいいんだけど俺がちょっと前にハマったアニメとてもう今日ず絶対もうアニメ界になったねえっ、ー、とおっ待って待って待って,待ってケロシみなとこじさんあげ31いいやいや,いや俺ねこの前年齢調べたら32歳でしたねえー、32びっくりしたあのこの前ジム入会したんですよあそうだジム入会した俺ジム入会したんですでねそのジム入会したんだけどやっと もうガチガチにもうバキバキにする気になったんだけど俺33か34歳だと思ってたのねずっとでそしたらジム入会するときに年齢ちゃんと書いてくださいって言われてマジかと思って平成元年11月22日で調べたのそしたら俺32歳だったっていうねえっ、ー、といろんないろんな意味でねほんとね年齢がずれてるっていうねはいひよこしアニメの推しを選ぶ決め手は何ですかいやーああもうこのプンス化した顔もね可愛い,い あの推しをね選ぶ決め手はですねまずはやっぱり僕はツンデレが好きなんですツンデレが好きなのわ、まあ、かるわかりますいや今でも奥でスタッフさんがでもずっとこうやって、ね「うーん」って言ってるからもう今感動しちゃったんだけどツンデレが好きなんですよだからそれこそしかもツンデレもね何て言うのかなどっちかというとヤンデレぐらいまで行っても別にいいぐらい例えば未来日記の「ユノとかでも俺いいしあとは「ひ弾のアリア」の「まあ、アリア」とか。 えー、あとは何だろうなツンデレキャラで言ったらそれこそ一番最強のツン,ツン,、まあ、ツンではないんだけど結局最強なのはメゾン一国の音し京子さん。おとなしさんよもうねメゾン分かるかな今見てる今見てる方々あこうあ違うもういつもの癖でパソコンにやっちゃうんだけどあのねわ分かるかなメゾン一国メゾン一国出せますメゾン一国のおとなし京子さん ほんとねおとなしさんをまさ超えるねー女性はいないっすよなかなか管理人さんああいやーほんとねーあけるしああ事の説はなかなか失礼しましたいや全然いいっすよもうありがとうございますほんとねああもうバーって送ってくださいほんとでひよこし管理人さん最高もう管理人さんが最高なのもう管理人さんはねその高校時代の先生と結婚されてすぐに未亡,人未亡人になっちゃったのねでなんだけれどもその総一郎さんのことを忘れああ 高橋ルミ子ルミ子いやーもうマジでマジでもう高橋ルミ子だよね、本当で いいややでね、あのー、こればかやばかっすよもうおとなし京子はね半端なく管理人さんとしてもうまずね一途で焼き餅焼いちゃうのにその焼き餅焼くのがねなんかさ今だったらさ例えばさ何て言うのちょっと何メールな何 LINE してんの携帯見してよとかさ言われた時にはもう俺もうお前ふざけんなよ携帯とか絶対見せねえしてなるんだけど、まあ、そういう時代の人じゃないからやっぱ京子さんは そのね伍代くんがちょっと梢ちゃんとかとイチャイチャしてた時とかにその何か見せてよとかってプライベートに入っていくんじゃなくてその京子さんは普通になんかもうそんなんだったら私私もう何もしませんからプンみたいなそのプンって言うわけそれが可愛いもうそこだねもう俺はねおとなしさん <laughs> 京子さんわかるわーってわかるよね やばいね。もう、ごめんね、ちょっと、あれ、元嫁のミクと別に浮気してるわけじゃないからね。うん、ほんとね。浮気じゃないからね、これはね。うん、俺の嫁っていう嫁なんだ。もう、あれだからね、普通にこれね、あの、アズパンダっていうの。パンダちゃん、パンダちゃんも、パンダ君たちもいっぱいいるんだけど、もう今はもう、あれだからね、もう、目に見えたね。次、次回、2週間後なんだけど、毎月のね、第2、第4日曜なんだけど。 次ちょっと他の嫁いっぱい呼んでくるわもう高校にぶわってねこれちなみに俺の家族見てるからね家族に俺の兄をただがよりバレるっていうねうーんいやーマジでねいいんですよ京子さんあとはねそうだなんか推しを決めるんだったらツンデレが好きっていうところとですねあとはやっぱりですねその画面に映っていない時のこう存在感というかふとした瞬間にあれミクいなくねみたいな それをね画面からブワーって出してくるキャラは僕ハマっちゃいますね。うん。ていうか、皆さん、KP してないの大丈夫ちょっと、今日意外とね、皆さん、いつもの YouTube ライブだったらね、なんか5秒に1回ぐらい KP してきて、俺を酔わせようとする人がいっぱいいるんだけど、そう、今日はね、まだあれか、日曜だと、あれなんすか、あ、てかね、あれ、俺の、なんだっけな、俺の推しが武道館に立ったら死んでもいいみたいなアニメがあるんですよ。 それ出せます俺,俺,の俺の推しが武道館に立ったらみたいなめちゃめちゃ面白いですよそのアニメほんとねハマりました僕はぜひ見てほしいていうかね資本試験予備校業界にもうこのねアニオタ講師ともう僕はもうアニメという資格を作りたいねアニメ検定みたいな本当のもう国,家資格国家資格をね作りたいあー出てこないから俺なんだっけな俺の推しが武道館に行ったら えー、みたいなやつあるんですよ。あ、出るかなああ、そう、推しが、推しが武道館行ってくれたらしねもう、紙ってますねもうこれ。俺ね、これで、あのー、この、これね、家で見てて、本当ね、俺お、推しって、俺、なんていうの、俺、アイドルおたとかじゃないんですよ。兄おたなんだけれども、もう、俺、アイドル追いかけようかと、ちょっと思い始めちゃったからね、これで、ほんとね、面白い。皆さん、これ、ぜひ見てください。この、あ、始球師、元ギャロ先生、めっちゃ語ってる、ケ <laughs> ピ、ウイスケピ。 もうねこの推しめちゃめちゃおもろいんですよ。なんていうのかな純粋なの純粋に推しをね本当にねこうなんていうのか俺今までその CD とかそういうのいっぱい買ってそのなんていうのかな推しをね応援するっていう気持ちが正直分かってなかったの全然わかんなかったのなんだけどこのアニメ見てなるほどと思って俺 CD とか買うわって思ったもんね普通にえやめろ宮本おじさんじゃないからねそれ本当勘弁してほ、うんと。 えー、ケロシーググったらそそられた KPKP そうだねあもう1巻,1巻いただきました1巻いただきましたいやーいいねちょっとまさかのねあの人生について今日語ろうと思ってきたんだけどアニメについて語ってテンション上がってきちゃったねほんとに今日ね初めてのテレビっていうことでですね気合い入れて日焼けサウン行ってきたんですよ僕も同じ日サロにね12年ぐらい通っててもうプレミア会員なんですよプラチナ会員かな うん、なんですけれども、でそしたらね、あのー、常連さんみたいなおじさんがね俺この服でねヒサロ行ったからねでそしたらその「お兄さんその T シャツ可愛いね」みたいななんかめっちゃ言われて「ありがとうございます」みたいなしたら「いいね」っつって「T シャツも茶色いし肌も茶色くなって今日何かあるの?」とか言ってなんか絡んでもらってね んでえっと、今日はどこのラウンジですかいや、ここはもう鳥越アズーリっていうね、ラウンジでございますよ。本当に。で、そのおっちゃんがね、おっちゃんにね、その、おっちゃんこの、うまるって知ってますって聞いたらね、いや、俺アニメ見ねえから知らねえよって、病でね、瞬殺されたんだよね。<laughs> あのおっさん何だったんだろうみたいなね、謎だったんですけど。そう、今日ね、俺の地元の友達もこれ見てくれてるらしくてですね、まあ、なかなかあれだよね、感慨深いよね。もう32歳になって、 で司法収集司法試験ねあの受かったら収集に行くんですけどその司法収集の仲間にも俺こんなテレビやるから見てよみたいなで言ったんですよでそしたらなんか反応がね面白いことやってるねみたいな反応が来てね <laughs> ケロシ瞬殺いやマジで瞬殺だった瞬殺だったね、うん、なんだけどそのやっぱ嬉しいねこう今は司法試験業界にね携わってるわけですけどそうじゃない関係ないね地元の友達とかもこう応援してくれるっていうのはなかなか。 楽しいし嬉しいことですね。本当に、もう感慨深いな。うんもう今でこれで泣けたらいいんだけど、まあ、泣く技術はないんでね。本当。で、じゃあそろそろ中里さんにあの五、ー、つ後のね、あの五等分の花嫁じゃなくて、えー、石ギャルオ先生が 一番大事にしていること5つだっけな5つ大事にしていることを話してくださいと言われたんでちょっと長々とはね話す気はないんだけれども5つ僕が人生において大切にしていること5つですね、えー、その1その1はですねやっぱりこう何て言うのかな 楽しい楽しいっていうところ楽しさとか,、えー、なんか楽しいと思ったらこう行動しないといけないなんか行動しないといけないって駆られてるんですよなぜからなぜなら楽しくありたいからなんか楽しさを見つけることっていうのをとても大事にしてます楽しさはあっちから来るんじゃなくてこっちから見つけに行くものだと思ってるから何か興味そそられたらそこにまずは一回こう動いて食いつくっていうことを大事にしてるそれが1個目で2個目やっぱりね家族です家族 家族まあだから家族友達とか全部そういうねなんで関係性ですかねその身近な、うん、やっぱりい,いろいろこう何て言うんですか支えてくれたりとかねあのー、そのそっとしておく思いやりとかじゃないですけどやっぱりね家族とか友達っていうのはとても大事ですねあのー、なかなかこう何て言うんですかね一人じゃやっぱ生きていけないじゃないですか。 一人でね、なんかやってる風になる時でも結局誰かが見えないところで支えてくれてたりとかそういう意味で僕は家族とか友達とかそういうつながりですねまあそれこそ先輩とか人とのつながりっていうのをとても大事に今はしておりますもちろん昔ね昔からそんなできた人間じゃないし今もできた人間じゃないんで失敗したこととかもありますけれども人とのつながりっていうのはとても大事にしています三つ目なんだろうな人生の中で大事にしていること三つ目かうーんまあたまに たまにというか結構な量かもしれないけどサボることだねサボることですね僕はサボることは結構大事にしていてその何か勉強も生き方も仕事も全部ガーって、まあ、やらないといけない時期もあるんだけどダーっていっちゃうとこう周りが見えなくなっちゃうというか。 だけどそこでうまくサボって何もこう空っぽな時間とか作ると結構自分を客観視できるというかでそこでなんか新たなアイディアとか生まれたりとか反省できたりとかっていうだからサボることって結構大事にしてますねあと4個目5つって結構えぐくない何 <laughs> か3つでもいいかなとか思ったんだけど、えー、と4個目4個目そうっすね うんあとは、なんだ、向上心とかかな向上心とか何事も。あー、てか、向上心っていうかあれだ。僕は4つ目あれですね。先入観を捨てること。先入観を捨てることをとても大事にしてます。だから、その、なんていうか、自分のやったことのないとか、自分の接したことがないとか、自分がまだ知らない世界の人をこう拒絶する人っているんですよ。食わず嫌いっていうんですか,だから例えば、アニメに関してだって、アニオタのね、今見てる中で、本当にアニオタとかの方がいたら、多分わかると思うんだけど、 やっぱりえアニメ好きなのとかってその「え?」みたいな「いやだってお前見たことないだろ」みたいな「見たことないくせにお前何言ってんの?」みたいな人っていたりするんですよ俺そういうのはね基本的に心ちっちゃいと思っててだからそうじゃなくて絶対何か魅力ってあるからもうそういう先入観とか固定観念とかそういうのは、えー、なんていうかなもうなしみたいなそれは人生によってとても大事にしてますねであとそういう意味で言ったらなんだろうなまあ同じことなのかもしれないけど同調圧力的なやつその自分がその先入観とかなしに行く 代わりに自分の趣味とか自分の考えを相手に押し付けないっていうのはすごい大事にしてますね同調圧力クソくらいみたいなね感じでございますねいやマジでねそんなとこかなああ佐藤さんおお!」ってね KP いや多分ね俺今5つ思い出した順に言ったけど多分ね語ろうとすればなんか100ぐらいいきそうな気がするだけどちょっとこのデ、えーネタはですねもうあれですかね真面目な真面目な話で終わっちゃうからじゃあほんとうん 次。えー、四季さん、債券の件ありがとうございました。今日は途中、流してくれ。いや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 ,いや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 、今日流すか,流すか、流すかってね。えー、ケロシー、本妹と、なんかいいですからね。そうなんですよ。もうね、僕、あれなんですよ。なかなかね、本芋。本芋というのは、本当の妹と書いて、本妹と読むんですね,ね。それをね、俺はお嬢って読んでんだけど、まあ、俺の妹は、あれなんですよ。その地獄少女っていう、あ、地獄少女、今出せます。地獄少女。地獄少女のエンマ愛っていう子を出してほしい。 地獄少女のエンマ愛っていう子がいるんですよ。出してほしいんですよ。能登さんがね、もうキャラクターボイスやっててね、のとさんがあのやってるんですけど、出るかなーエンマ愛。出してほしいなー。もうここら辺、彼岸花咲かせたいぐらいで、ほんと地獄少女のあれになったら。えー、出ますかね出るかなおまさかの、グイグイ ぐぐいぐい男気あ違うかえー、あそうそう出た出た出た出これはあれですかねあのー、三つどもえの時かな三か二かな、うん、この,あの地獄少女のエンマ愛っていうねえ子、ー、が手前の子なんですけれどもまあこの子悲しい過去を背負ってんだけどねまあ地獄流しって言ってその恨みがある人本当にめちゃめちゃ恨みつらみがある人がその深夜のパソコンで、あのー、その恨みでねもうなんていうのかな地獄に送りたい人の名前をね地獄通信っていうところにカチャって書くとそのエンマ愛に会えてでエンマ愛にまあなんていうのかな お願いししてて、ね、地獄に流してもらうとでその送り人みたいなね地獄の送り人みたいな元木さんじゃないバージョンみたいな感じのね、えー、役なんだけれども俺のね妹はね縁前にねなんか雰囲気も全部そっくりだから縁前ってその後ろの、まあ、サポーターみたいなサポーターね、えー、彼らにねあのお嬢って呼ばれてるのねお嬢ってだから俺もそうそう彼で、ね、後ろのね、えー、彼ね一番後ろにいるあのキクリとかね可愛いんだけど。 <laughs> そのお嬢ってね言われてんだけど俺の妹結構似てるんだよ本当に似てるからもうずーっと俺はねお嬢って妹のことを呼んでおりますその本芋のね本芋のことをお嬢と呼んでるんですけど俺はねお嬢とね仲いいんですよ仲いいと俺は思ってるお嬢見てるかお嬢見てるかほんと俺のお,お嬢見てるかっつってね多分言ったらねポチって切るんだようちのお嬢はね絶対なんかお兄ちゃんがなんかテレビやってるね みたいなそんな感じなんだけれども、俺、お嬢とね、俺は仲良い、仲良いと思っている。エヴァンゲリオンだって俺、あの新映画やってるじゃないですか。新映画の映画も俺、お嬢と見に行ったからね。えー、なんだっけお嬢からね、変身が遅いんだ。お嬢、変身が遅いんだ。今、もし見てるんだったら、もうちょっと、 と早く返してほしいな、みたいなね、えーところなんですけど、おいおいおい、俺のケロシ、本因元仲良しなことばれてしまったよ。ほんとに。まあね、あの、地獄少女の、あのぜひ皆さんもね、見てください、地獄少女ですね。はい、四季何か元ゲロ先生がスタジオで定期放送を獲得してて、ぐっとくるものがある。いやいやー、ほんとですよ。 いや、それこそはね、ここで、あずりさんで、あ今もうやばい29分じゃん。もうあと3時間しかないよ。あ、違う <laughs> 違うか <laughs>、違うか <laughs>。えっと、えー、っと、<laughs> やばい、あとはちょっとしかないんだけど、うん、そうですね、確かに僕は2年前、2年前かな、YouTube ライブ、YouTube 始めて、でそこからですよね、皆さんの交流するようになってから、うん、ほんとね、嬉しい。ねここはあれなんですよ、その三井と水沢の知ってもらいましょうっていうね、あの芸,あの芸能人の。 俳優さんの、えー、番組にゲストで呼んでいただいたときにですねその後はあの局長の方にですね声かけていただいてここで番組持つ運びになったもう嬉しいね嬉しいですね確かに、まあ、これからもでも躍進し続けますからね僕の目標は橋本環奈に会うことですからねもう毎回言ってるけど橋本環奈に会うためにもうここにはしかいやまあまあかんがここに来たときはちょっとねいつきにね、あのー、ちょっと退出していただいて橋しかんがここにいる日を 夢見ていや夢は叶えるものだぜあ急にかっこつけちゃったねはい <laughs> ということでそうであのほんとに四し節グッとくるねほんとに KP もっと上がっていやわかりましたじゃあちょっとね緩和球体せっかくっあとね20分ぐらいやったんでちょっとこれ、あのー、いただきたいと思いますほんと皆さん KPKP KP ねう,うまいああ いいね。なんかもうみんなと飲んでる感じがするよ、ほんと。えー、四季節、能登まみね、能登さんのね、いっぺん、死んでみるっていうね、声がね、きれいなんだね、能登さんの声ってさ、透き通ってんだよな。ほんとね、透き通ってんだよ。なんかね、あとね、さやっぱ前からね、ずっと言ってるんですけど、僕は沢城みゆきさん、沢城、あ、沢城みゆきさん出せます沢城さんのね、 あの沢城さんはいろいろソードアートオンラインだったら死音役とかあと「ルパン三世」とかだったらね藤子ちゃんの声とかやってるんですけれどもあの沢城さんのね声あ沢城さんが俺多分一番声優さんの中で好きなんじゃないかな沢城さんの声ほんとずっと沢城みゆきさんはですねほんと特徴があってですね作業を いうときに、これもう何度も言ってんだけど俺もう何度も言っててキモいって言われるかもしれないけど作業をね話すかハときに歯と歯の間に息が入るのさ、ッって作業の中の「し」とかかな「さっししっし」シシシシってなんだ「し」ってそうあっサーさんサーシさんねうーん出ましたサーシさんサーシさんはですねもうほんと「さっししすせそ」あっツイッターにコメント届きましたありがとうございますもうジャーンってこれねめっちゃおもろい、ね、スタッフさんが紙くださるのこれ ありがとうございますおす。サンドの飯より睡眠が好きさんサンサンサンもう今ちょっと沢城沢城さん風にちょっと言ってみようサンドの飯よりなんかちょっとローラみたいになっちゃってねな睡眠が好きなんかちょっと失礼になっちゃうからやめよう。 ゆうだいさん初回放送おめでとうございますアニメ話聞けてめっちゃテンション上がりました五等分の花嫁見て追いつきますねいつか番組で対談させてください推しはさくらおーフェイトねエウエカナディアデビルマンのミキちゃんです局長よりあ局長か局長局長から来てた俺今全然局長だと思ってなかったびっくりしたまさかの局長がコメントくださってしかもマトウさくらすかフェイト いやー、フェイトのね、俺、ヘブンスフィール、やばいもう、ここはもう残りの20分も全部ね、もう、アニメでいっちゃう可能性高いな。いや、でも、さくらの、あ俺、あれなんですよ、局長、あのー、ヘブンスフィール、ヘブンスフィールね、まだね、全部見り切れてないんですよね。見り切れてないから、ブルーで出てたら、もう全部秒で見ようと思うんですけど、まあ、やっぱ、それに言ったらあれじゃないですか。<laughs> まあ、キャラとしては、さくらもちろん、可愛いですけど、それこそ、フェイ、あのー、セイバー、セイバーね、セイバーの、あのー、あー、水産の名前出てこないけど、忘れちゃったよ。 忘れちゃったけど、あのー、セイバーのね、あの、エクスカリバーのね、あのシーンですよね。フェイトは僕はやっぱり、ステイナイトとゼロだったら、やっぱ断然ゼロから見た方がいいと思うね、やっぱりね。あー、桜桜じゃやえ、待ってこれ俺に行けというメッセージですか <laughs> 行けお前行けやというメッセージですが、突然ね、びっくりした今まさかのね、らルートかと思って、本当に。いや、本当に。 フェイトはめちゃめちちゃゃ面白いですよもうなんて言ったってねもうエアもうタイプムーンタイプムーンのねあれもうすごいよねなんていうのかなもうリアリティすぎるもう力入れてるなっていうのが、えー、感じられるしあとストーリー性もあるし声優さんも豪華すぎるしやばいっすね <laughs> 本当にちょっとありがとうございます本当局長この機会をいただいてありがとうございます いやー、まじで。いつか番組で対談させてください。いやいやもうほんと、もう秒で、秒で対談させてください。こちらこそ。ほんとよろしくお願いします。えー、キンニカさーん、ホクティが、憲法、<laughs> ホクティがとか言ってテレビで言っちゃったよ。まあいいや、えっ、ー、と、憲法の剣道実技拒否事件の説明で、まあね、まあそんなのかもしろって思うんだけどね、個人的には休憩はもう長くなっちゃったから、真似できないけど、当時、浪利健診が流行ってたんでね、かっけーって思って剣道喜んでやりましたねって言ってで爆笑した。<laughs> そうなんですね。そんなことがあったんです。 あのちなみに皆さんあのあれですかね司法試験界隈の方は知ってるかもしれないけど他の人だったら絶対知らないから、えー、とホクティというのはですね我が、えー、僕が、えー、勤めてる勤めてるって言い方あれかあの業務委託でねあの参加させていただいてるそのアガルトアカデミーというところの社長ですからね、えー、社長をホクティと呼ぶなんてケロシ兄の切実な願い本当、えー、ねもう本当ですよもうお嬢お嬢頼むよ 早く、ね、えー、っと式伏お嬢石橋真美子把握式伏、えー、橋本環奈かわいすぎる大事なことなのでもう一回橋本環奈かわいすぎる俺に言わすななんか俺が全部本当に橋本環奈かわいいって言ってるみたいじゃんちょっともう橋本環奈出してもう橋本環奈出してスタッフさん <laughs> みたいなねあの、えー、結局俺がかわいいと思っているだけでございますはい。 いやだけど前もね、他の番組、番組はねえな、他の YouTube ライブで言ったんだけど、俺は、あれなんですよ、タイプは、その、なんていうのかな,なんで、橋本環奈みたいな感じじゃないんですよ。タイプは違うんですよ。何言ってんだ、お前のタイプなんて聞きたくないよって思ってる、そこのあなた。安心してください。タイプじゃないですよ。あ、違うか。えー、とね、四季節、みゆきち、ほんま勘弁してほしい。<laughs> いいね。えー、と、あごまさん、石橋先生だ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ケビ。よし、ケビ。 はしかんでたもうもうねもうしかも制服出す制服のはしかん出すとかもう狂気よ狂気もう今もうえぐられたもんえぐられたマジかや、ね、あれああ影谷様影谷様は小倉らせのはしかんとかどうですか影谷様のこのはしかんとかいやあー いやあ、はしかんはね、もうね、見た瞬間、なんていうのかな、はしかんって、はしかん、ごめん、橋本環奈さん、ごめん、俺、こんな、どこの馬の骨かも分かんない、石橋雄大があだ名で呼んじゃう、はしかんね、輝いてるなんか、キラキラしてる、楽しそうなの、なんかね、芸能人って、すごい、綺麗な人、めちゃめちゃ多いじゃないですか。でね、なんだけどな、なんかね、橋本環奈さんがね、なんかね、 面白そう楽しさがが伝わってくるあれがい,いんだよ、ね、なんだろうなもちろん本人はご本人は悩んだりとかいろいろされてると思うんだけどそれをなんか一切出さないのかなわかんないけど何かね見てると元気をいただけるんですよ元気もらえるってね素晴らしくないですか元気を人に今ごめんあのゲップしちゃった、うん、元気をおーあおそのナイフで刺されたいあ違うか <laughs> 今今刺されたいでちょっと思っちゃったね あの月島ねあの東京グールの月山か月山のものまねしたくなっちゃったんだけどやめようこれはやめよう、うん、<laughs> えっとね、えー、東京グールの月山のものまねはやめようというね、えー、もう一度言う東京グールの月山のものまねはやめよう <laughs> えーっとほんとね四季節元ギャロ先生最近ブラックナ見てましたね、えー、小生名同士です <laughs> サンタマリアの名において全ての不義に手ついをってよねああ ややばいやばいいもうう来ちゃうね俺もうダメなんだよあのアニメの話にするともう止まんなくなっちゃうからさもうほんとにブラックラいいっすねブラックラグーンも皆さん見てくださいあのブラックラグーンはねかっこいいんですよまずね音楽がかっこいいもうねメルさんの,あのレッドフリクションって曲があるんだけど もうね朝目覚めってか朝起きるの苦手な人はマジであの秒で朝起きたら YouTube 見るブ,ブラックラグーンでも出るしもうあのレッドフリクションでも出るからマジでそれ見て本当にもに重低音から入って超かっこいいんでねあとは、まあ、テレポテーション使いとかね、まあ、いい曲ブラックあるしね中身はねこういうんだよね、うん、でちなみにブラ,ックラブラックラグーンが好きな場合はね、あのー、雰囲気は違うんですけどガンスリンガーガールとかも見るといいと思います俺ガガガンンスリンガーガールはね全然 人気違うんだけど、その何て言うのあのあれ？あれでね。なんか考えさせられる深い深いんだよね。はい、キャベツズバリ。今後石橋雄大が代表となる司法試験予備校を開くことはありますか？おーまさかの急に急に来ましたね。急に。うん、今のところは？僕が、えー、司法試験予備校の講師として独立することはないでしょうね。 ないいと思いますね僕は今のアガルトという職場が、えー、とても好きなんですよ。とても好きでね。まあ、初めて社会人になるのがね、司法試験受験、司法試験終わった後っていうのはやっぱり遅いので、初めての。 業務委託先ですけど僕は上がるとかすごい好きでですねあの居心地がいいしまあ何よりこう人がいいんですよね人がいいあの僕まあこんなねあのすいませんもっと僕より働かれてたりとか社会人経験ある方いろいろ見てらっしゃると思うんでなんか恐縮なんですけれどもやっぱり働く環境って人だと思うんですよ人だと思うんですよお金とかなんかそういうのじゃなくて人がいいところだから続けられるし続けようと思うしなんかモチベーションも上がるしいいものを提供したいと思うその人が僕 好きなんででですすよよねでその人がいいんですよだから居心地がいいからそこで独立っていうのはないですねただ他ねやっぱメディアにこうやって出るっていうのは僕大好きなんであと喋りをね今後なんかもっといろんな形で生かしていきたいなーとか思ったりしてますけどねうん今んとこは何もないですね本当に正式予備校を開くことはないと思いますもうどっちかというとなんかアニメのねアニメ 関係も何かやりたいけどねうん本当にマジではい四季節かげやの橋本環奈かわいすぎるうわわかるよ本当とねかわいよね、えー、四季節かげ狂いの浜辺美咲とえみ、ー、か,南,か南だごめんなさい浜辺浜なは,なはもうもうもう今もう口が 口がもう一日の終わりじゃもう口がね生麦生米生卵あ今思い出したね昔のほらあのアブリル・ラビーンがアブリカルビを炙ってみたっていうねあのめちゃめちゃ難しいやつですかねはい、えー、橋本環奈はバーヤイゴマさんブラックラグーンと聞くとヨルムンガンド思い出したああヨルムンガンドそうっすね確かにヨルムンガンドほんと確かにそうだと思うヨルムンガンドは本当そうっすよねだって あれって、ブラックラグーンの後だよね。で、ヨルムンガンドはやっぱ曲も、曲が何のだっけあ、ちょっと、ちょっと違うかな。忘れちゃったけど、ヨルムンガンドは面白いね。確かに。めちゃめちゃ面白いです。僕も全部見ましたね。はい。四季節、マジでブリジストンの思考すてガンガンもいやい。嫌な感じが熱い。<laughs> 熱くなろうぜ、人生。ほんとね。やっぱり、ね、人生一度きりですよ。一度きりだからね。今できることはやるですよ。今できることをやるの。今できることはやりたいじゃなくて、やるんですよ。 だからもうほんとねやりたいとやってる人の壁ってめちゃめちゃ厚いと思うそれこそ俺この前あのしおりちゃんあのねあなんだ、えー、ちょっと曲は忘れちゃったけど「あの頭脳」のね「頭脳」に出てさしおりちゃんと対談 YouTube でした時ね彼女の,その行動をするっていうねもう行動したいじゃなくて「する」「そのしたいとする」ってねもう全然違うもうなんだろう万里の長城万里の長城もう今 もうこのもうワイプどころかもう全部万里の長城移してもらっていいすかこれちょっともう俺消していいからもうもうね万里の長城の後ろでね万里の長城って言いたくなっちゃったちょっとね万里の長城移せますちょっと万里の長城ほんともうそこなんだよほんとケロシ工藤美香を救いたいは継続中ですか何を救っているのか救ってないわ救いたい確かに確かに今ね やりたいとやるって違うっつったのに俺救いたいで終わってるねこれダメだねこれやっぱ人間って矛盾の中に生きてるねうん、まあ、今まさかのスタッフさんが万里の長所をめちゃめちゃ探してくださってるのかもしれない四季節アブリカルビきた、うん、どうしようかこのねもうあと8分しかないあと8分しかないからさこの番組を 今後どうするかもまあ俺的にはこうやってこんな感じで毎回酒飲みながら喋、えー、りたいことをしゃべり尽くすっていうのでも全然 OK 全然 OK なんですけれども出たーバンおお俺か俺か俺かええー、俺と俺で KP 俺が俺に KP ねおおバンニの頂上っすよほんとこれこれぐらい熱いこれぐらい 何かをしたたいうわ来ね全部万里来ました全万里全万里来ましたよ皆さんもう万里の頂上見て見てよほんとこれ熱くないこの壁の熱さやり,や,りやりたいじゃなくてやる俺もワイプで映っておりますけどやりたいじゃなくてやるもうね全然違うよでもみんなやるっしょそこやるっしょほんとありがとうございますほんと万里の頂上ねほんとに明日万里の頂上駆け巡ってきますよほんと万里の頂上ってね中国にあるんだよね、うん 本当にね、千葉さんんんんん先生こんばんはあこんばばんははちなみに本当あの昨日なんかで酔っ払った勢いでツイートしたんですけどあの先生ってねあの千葉さん本当全然僕なんか先生って呼ばなくていいですよ3で石橋さんとかでいいんで僕はもう本当先生っていうのに憧れててずっとあれなんですよ本当ねもうこればかりはねまだ自分の先生になれないなとずっと思っていてうーんルーキーズの川藤先生みたいなね本当ルーキーズの川藤先生熱いんですよ本当ね あの何、ー、だろうなーこう講師って予備校講師っていうのは知識を教えるけど先生っていうのは生き様をこう伝えるみたいなでこう導いていくっていうのが先生ってすごいなーって思っててその先生にねまだまだだなまだまだ主観的になれたとは思って全然ないんでうーんもういやまあね険しいけど険しい方が。 楽しいいじゃんみたいなね今ちょっと今険しい方があって元気出た瞬間俺数学のなんか昨日も Twitter のスペースでやったんだけど数学のヨゼミの荻野先生ヨゼミの荻野先生って出せます今画像「<laughs> この点は出ねえよ!」ってやつ「接点 T だろ」みたいな接点 T だからじゃないか <laughs> えっと、えー、しかし踊ればいいと思うよって番組終了5分前うわあと3時間だと思ってた やばい、あと5分であれだよね。今、スタッフさん、あれですよね。あと5分でこれ飲めってことでしょそういうことだよね。うわぁ、スタッフさん、えぐいなドド S だなぁ。マホでうん。いやー、ほんとね、この環境、面白いっすね。僕好きだわ。これ、大好き。このね、なんていうのかな。日曜のさ、9時にね、酒飲んで、 酒飲んでテレビで出るってなかなかないっすよねほんと次何の酒飲もうかな次あの皆さんじゃあ最後に、えー、次回ですね次回の時に今日はスーパー,あ,ーあれかな今日はねあのスーパービールをねスーパービールを今日は、えー、飲んでるんですよスーパービール飲んでるから、えー、次回は何を飲めばいいか俺に似合いそうな酒をちょっと最後に教えてもらえればと思いますでそしたらね あのー、次はもうそれを5本ぐらい持ってくるんで、ね、これであれだよね5本ぐらい持ってくるんでっつったのになんか全めちゃめちゃなんか1.5升ぐらいの日本酒とか言われたらちょっと困るけどね真、ま、っ赤らん50年高い真、ま、っ赤らん高いから普通にまあでもいいね確かにあ俺今いいこと思いついた聞き酒やります聞き酒聞き酒最初からああれやろうよ GACT とかがさ、やってるさ、あのー、なんかこう、当てるやつ、当てるやつ、当てるやつやろ。誰も、誰もね、あのー、あれだけど、えー、ケロシー、最後にサッカーの試合中に大声で作戦ばらしたコートでした <laughs> <laughs> えー、そうですかね。えー、っとですね、それに関しては、僕が、あのー、サッカー、サッカーね、あの高校サッカーで、 <laughs> もうこれ、やばいやばい、あと、あと3分、三分ぐらいでまとめるやつね。高校サッカーの時に、あの、ベルディとね、ベルディユースと試合を先輩たちの代の時にしてた時に、途中から入って、で、それで監督に、そのフォーメーションをチェンジしろと、もう、いや、作戦をね、変えろってみたいな感じで言われてた時に、これもう、俺、俺は、俺バカだから、うん、女性女性そこのポジション移って、こう移って、こう移って、こう攻めるんだって、ポジション中で、でけえ声でめちゃめちゃ言ってて、相手に作戦漏らしまくっちゃってですね、あの、俺はもう真剣だったんだけど、でけえ声でめちゃめちゃ漏らして、 で試合終わった後に監督がニタニタ笑いながらこっち来て俺の顔面を殴るっていうねまあ殴るっていうかペチってやるっていうねえ当、ー、に勘弁してほしかったね本当にまあ基本的になから俺何も考えてないんですよ何も考えてないの基本的にしかし一流の元ギャルを爆誕ザッスえー、っとザポさんギャルを格付けチェックですねあそうっすね格付けやりたい格付けやりたいな格付けやるんで一人で格付けやっても多分俺どれが正解か分かんないから誰か 誰か来てここもう本当誰誰でも来て誰でも来れる基本的に基本的に何人まで来れるんでしたっけここえっ、ー、と4 4四 <laughs> 人四人まで来れると4人まで来れるとねいうことなんであそれこそあれかあミカエルさんお疲れ様ですミカさんとジョニーさんとまたコラボしてくださいなるほどねあじゃあミカさんとジョニーさん呼んでここでジョニーヨかジョニーヨの憂鬱やるっつうのも面白そうですねいいな それありだね。それもやろう。いやあ今日はね、もうあと1分22秒ぐらいです。本当、もうあと1分22秒ぐらいで最後ね、どう締めればいいのかなって何も考えてないんですけれども。いや楽しかった。楽しかったっすね。本当。次回の予告でもしましょうか。何も考えてないけど。何も考えてないから予告できないんだけど、えー、次回、どうしようかな。次回何にしようかな。次回は、 えー、終了1分前終了1分前もう急かすねせかすねぐいぐいくるねあのミカさんまさかのミカさんの可能性いやいやいや皆さんではないですけどねいやもう次回もあれですもうゆるーくゆるーくねやろうと思ってますあの途中であのゲストの方とかを呼んだりする回とかも設けたいなと思ってますしなんかいろいろやりたいんですけど、まあ、僕はこの番組を皆さんに見ていただいてですねなんかほっこりとほっこりとして うん、なんか疲れ癒されたなみたいななんかそういう感じの番組にずっとしていきたいなと思うので何かグイグイ攻めるとかっていうよりはゆるくやっていこうと思いますんでねぜひですねあと20秒あと20秒かあと20秒どうしようかな最後の締め最後の締めどうしようかなじゃあやっぱ今日何しに来たのみんな KP でしょ最後に乾杯うん、っす じゃあね